前回、まさかの次の日に続くという事態になりましたが。まだ次の日にはなってないみたいよ。あれはめでたしなのでしょうか。それ全部自分だろ。チェパ、ポチェ。あれでうやむやになったんだ。最初から最後まで適当でしたね。メイリンもメイリンね。連携プレイ、ですか。あれを連携プレイと呼べるのかしら。そしてこの謎の語尾は何なの。テング、まだいたのかこいつ。いきなりゴミをばらまきながら現れたわね。絶対何も見てないわよ。検事ですらないんだけど。大楽天。最初から最後まで周りに回ってたからよくわからないわ。逃亡、どうしたのでしょうか一体。なぜこのタイミングで逃亡なんてする必要がある。するんだったら最初からすればよかったのにね。だからこの語尾は何なの。一体明日の裁判はどうするつもりなのでしょうか。土地は何も変わらない。あれ一体どうやって細工したのかしら。裁判が始まる前に忍び込んだのでしょうか。私もだいぶ頭が痛くなったわ。私たち前評判とか特に見ないでやってるしね。本当に続くのですね。次回は薄味でいいわよ。なんで法廷でもないのに脱線するのでしょうか。もはや全ての会話が脱線するんじゃないのかこいつら。クリアって何？私たちどこら辺をクリアしてるわけ？さっぱりわからないわね。待て、前回のあの無罪ってマジで無罪ってことなの？今の流れだとそういうことになりそうね。あんなめちゃくちゃの裁判が通ってしまったのですね。というか、パチェ的にはそれは失敗なんじゃないのかしら。そう言われればそうですね。こいつこのタイミングで戻ってきやがったわ。ああ、買収された雑魚ね。どんな特性よ。バカみたいな特性してますね。くだらない新聞の見出しが決まってしまったわ。とても裁判の写真とは思えないわね。まず裁判所内で記念撮影もないでしょう。マジで映りたがりね、パチリー。一人だけかわいそうなのが混ざってるわね。ようやくこのゲームも終わる時が来たのか。ちょっと待ってください、なんか書かれてますよ。待て、なんだこれは。続く第二法廷で嘘のようにボロ負けした。だって。いや、それをゲーム本編で見せなさいよ。え、ちょっと待って、嘘だよね？終わりなの？これここで終わるの？落ち着いてくださいお嬢様。終わっちゃったよ。どんな終わり方してるんだよこのゲームは。まるで10周で打ち切られるジャンプ漫画みたいな終わり方だったわね。ですが最近は打ち切りでも10周よりかは長くなりましたよね連載。あんたらも脱線してるわよ。そしてあっちゃった、第2話があっちゃったわよ。日陰クラブ、なんて暗い響きなの。タイトルから陰鬱な感じがしますね。でも絶対内容は陰鬱なんかじゃないわよ。またネタに走った内容ばかりになるんでしょうね。っていうかそもそも主役はパチェなのかしら。やるのですかお嬢様。ここまで来たら先に進むしかないような気がしてきたわ。っていうかさっきの裁判の続きじゃないなら何が始まるのかしら。わかりませんね。どうやらどこかの店みたいね。なんでこのゲームこんなに大阪のネタみたいなのが多いの。まあ、確かに炭水化物ばかりですが。ねえ、私たちは何を聞かされてるわけ。お好み焼き定食、炭水化物、炭水化物。なんでメニューに出してるのを店側が否定しているのでしょうかこれ。じゃあなんで出してるんだこいつは。やはりこのゲームイカれてるやつしか出てこないのね。食べ物関係ですしミスティアとか出てくるのでしょうか。
エイリン。しかもまたやったのパチュリーなんだけど。こいつ一体何回やるつもりなの？しかもまたマリサがいるのですが。手抜き？手抜きなの？っていうかエイリンって殺せるわけ？いや、多分ユユコパターンですよお嬢様。そうか、確かにそうね。またメイリンが犠牲になるのかしら。さすがにネタが被りすぎだと思うのですが。思わぬなすりつけ対象が出てきたわね。まさかのですね。相変わらず謎の笑い方してるわ。永遠亭玄関前？もはや法廷じゃなくなったんだけど。む、こいつは。これかぐやですね。そしてなぜかいるメイリン、学習しないのでしょうか。なんで自分の家自慢聞かされてるわけ？こいつも笑い方えぐいわ。もはや動物の鳴き声という方が近いでしょう。どっちもどっちというやつね。もうわからないネタが飛び交ってるのですが、この話は薄味じゃなかったのか。あ、ウサギ。ここに来て登場人物大量追加ですか。あ、ウサギ2号。紫ウサギ。色似てますよね。ほら、もうわからないもん。誰のどのネタなんだよ。これも誰かの話みたいですね。ドクターワイリーって誰だっけ？ソニックだったかしら？ロックマンだったかしら？むずいわ、2話序盤1分ですでに脱線してる。というより脱線が本筋になってる。どういう体勢なわけこいつは。このゲームで常識枠は精神に異常をきたすわよ。お、今のこの状況を説明してくれるみたいですよ。すでに説明が怪しい。紫の物体ではあるけどね。呪いと体術？新しい設定が来ましたね。ノーコメントで。そういう説明なんだ。私こいつ絶対余計なことすると思うのよね。このゲームで余計なことをしないやつなんて存在しないわよ。いい？アリスでさえ余計なことはしていた。何で殴ってるのでしょうかね。誰だよ。もはや意味不明な誰かが出てきましたね。パパという名前だけどパパではないわね。ただの不審者なんだけど。絶対そんな大層な鳥じゃない。そこら辺のスズメですかね。ぶっこんできたわね。完全にやっちまってるわねこのゲーム。ねえ、風とか言い出したら空気とかそういうのも説明しないといけないじゃないの。終われ、永遠に。これは続くかどうかかなり怪しくなってきましたね。最後にチャンネル登録と高評価お願い。じゃあまた次の裁判で、って言おうと思ったけど法廷ですらなかったわね。